サラグモカは、節足動物モンバサミカクアモンクモツナクモメの群の一つである。百属に百種を超える大きな群である。全体に小型種が多く、大きいものでも体長1センチメートルに達するものはなく、もっと小さい2から3ミリメートルの種類が非常に多い。細かに糸を重ねて作られたシートを中心とする網を貼る増毛性のクモ類である。 大きい方の種ではその網が皿状に見えることからこの名がある。ややキャシャな体型の雲である。東京部は楕円形、目は八眼二列、前中目は黒い。ふわしは細長く、前後に伸びる。腹部はほぼ楕円形、あるいは後方が、やや幅広い卵型。特殊な盛り上がりなどはなく、全端がやや胸を覆うように出る程度。以上は、種として、 メス成虫の特徴である。オスは、メスとほぼ同じ姿ながらやや小柄で細身のものが多い。他、体色がより黒っぽいなど、色が異なる例がある。一部のもの、特に小型種では、オスの頭部が盛り上がり、こぶやら角やら奇妙な形になっている等、はっきりした性的蓋なりを示す例がある。サラグモンの名は、網の形から来ている。その典型は、ローナイフや族のものに見られる。 例えば足長皿雲では草の間に手のひらサイズの網を張るが全体には上下に張り巡らされた足場の中に上が膨らんだ球面の一部のような伏せた皿型の糸の膜が固定されたような形をしているこの糸の膜は粘り気のない細い糸が張り合わされたもので糸の重ね方には格子状とはっきりしたパターンは見えないこのように網の本体が 皿状であることからこの型の網を皿毛という。受け皿タイプこれ以外の皿雲類の網は、この形でなければこの型と中央の膜の形の異なったものである。例えばハンモック皿雲の網は膜の中央が下に凹んだ受け皿の型である。特にはっきりした凹凸がなく、平面的な膜が作られる場合、これをシート毛ということもある。足折れ蜘ではシート網の片側が、 樹木の幹に取り付けられていて、雲は樹皮の隙間に隠れる。小型の種では土壌表面の凹凸の間にシートを広げるものも多い。一部の種では網を張らない状態でよく発見されるが、これが網を張らずに生活しているのか、餌を取る時には網を張るのかはよくわかっていない。雲はこのシートの下側に止まる。サラモウの場合、 皿の中央にぶら下がるように止まっているのが普通である。これは、受け皿でも伏せ皿でも同じであるが、例外として、釣り皿雲のように受け皿の皿網で網の上面に止まっている例もある。なお、姫雲かの姫雲なども不規則網とは言われるがその、中央にはっきりしたシートを張っている。ただし、雲はシートから離れた上の方に止まっているのが、普通である。 立体的なシートや皿を作るものとしては、他に、鈴み雲類がある。この場合、シートは、格子状に貼られた糸で作られている点が大きく、異なり、これは、縁網の変形とみられる。多くのものはあまり関わりがない。大きいものでも目立つほどではないし、小さなものはまず目に留まらない。しかし、小型の種には、背筋やカムネグモのように工作地で、 かなりの高密度で生息するものがあり、農業害虫の天敵として重要な役割を持っていると考えられる。かつては小型種を小皿雲蛛科に分けたが、現在ではまとめて一科とする。種類が多い上に小型の種が多く、詳細はまだ十分に研究されていない面もあり、体型の変更も頻繁に行われた歴史がある。ここでは、小野県庁から、 日本産の属を挙げておく。その他の種については、以下の項目を参照のこと。サラグモカの属種、サラグモカの属種、サラグモカの属種。ありがとうございます。